皆さん、こんにちは。2020年8月16日放送の TBS 系アッコにお任せで、俳優の渡哲也さんが8月10日に肺炎で死去したことを伝えました。アッコにお任せの番組 MC を務める峰竜太さんはかつて石原プロモーションに25年間所属し、渡哲也さんとは公私ともに親交があったそうです。峰竜太さんはスタジオで渡哲也さんとの思い出を聞かれると、石原プロモーションで辞めることを相談した時に、お前絶対出た方がいいから頑張れって後押ししてくれたと明かしていました。なぜ峰竜太さんは25年も所属した石原プロモーションを辞めようと思ったのでしょうか。そこで今回は、峰竜太さんが石原プロモーションを辞めようと思った理由や、渡哲也さんとの関係について、また奥さんとの馴れ初めや家族関係、過去の不倫についてご紹介していきます。峰竜太さんは長野県下伊那郡出身の1952年3月1日生まれで、現在71歳です。実家は支店を営んでいるそうで、男4人兄弟の末っ子です。長野県阿南高等学校卒業後、モデル事務所に所属し、おはよう子供ショーのお兄さんとして出演しました。1973年に劇団青年座に入団すると、おはよう子供ショーでの共演をきっかけに、1975年に海老名緑さんと結婚しました。1976年からは石原プロモーションに所属し、石原プロが制作する大都会、西部警察などのテレビドラマに出演しました。活動当初は2枚目路線でしたが、西部警察で伊達眼鏡をかけて演じたひょうきん者の刑事平尾一平役で、お茶の間に顔と名前が浸透したことをきっかけに、石原プロ関連のイベントや特別番組の際には盛り上げ役として活躍しました。峰竜太さんのその明るいキャラクターから、バラエティ番組にも活躍の場が広がり、石原プロ所属俳優では異色のソフト路線タレント、司会者として多くの番組で重宝される存在となりました。バブル崩壊後は制作活動の規模縮小により、看板俳優だった舘ひろしさんや神田正輝さんらを抑え、石原プロの稼ぎ頭となっていきました。ですが2000年、25年間にわたって所属した石原プロから独立し、実家の支店の名前にちなんだオフィス酒屋を設立しました。独立の理由については、峰竜太さんが石原プロの中では異色の盛り上げ役や司会を多くこなすなどの活躍が目まぐるしくなってきたため、峰竜太さん自身は石原プロの硬派な気風を自分が乱しているのではないかと前々から悩んでいたことがあったり、仕事が少なかった若手時代に石原プロに所属し、数々の仕事をこなしてきた中で十分恩返しができたと判断したため、独立について考え出したそうです。そんな中、背中を押しエールを送ってくれたのが渡哲也さんでした。お前絶対出た方がいいから頑張れ、この言葉で峰竜太さんは独立を決めたそうです。そんなお二人が最後に会話したのは、渡哲也さんが亡くなる1ヶ月前、石原プロの解散を知った時だったそうで、20年ぶりに峰竜太さんは渡哲也さんに電話したそうです。すると渡哲也さんは、おい竜太、石原プロ辞めてよかったなと言ってくれたと言います。その時に峰竜太さんは、話している間に胸が詰まってきて、今度ぜひ会ってくださいと伝えると、いつでも会うよと渡哲也さんは最後は笑って電話を切ったそうです。峰竜太さんはその時を思い出し、渡哲也さんの人柄を、人間としてこう生きなきゃいけないという人です。渡さんに会ったら男でも女でも惚れる人です。誠実で腰が低くてという人です。なかなか真似しようとしても大変ですけど、本当にいい道しるべをつけてくださったと思いますと語っていました。そんな峰竜太さんですが、先述した通り海老名緑さんと結婚されています。結婚したのは1975年で、峰竜太さんが23歳、海老名緑さんが22歳の時でした。峰竜太さんの一目惚れでお付き合いし結婚されたようですが、1982年には峰竜太さんの浮気が週刊誌でスクープされ、
7回目の浮気と報じられました。峰竜太さんのイメージからすると、とても浮気をするような人には見えませんよね。この件について謝罪会見を行いましたが、そこには妻の海老名緑さんも同席。海老名緑さんは笑顔で、これ以上深刻にしたくないと話し、峰竜太さんは縮こまりながら、もうしませんと誓いました。そこで気になる浮気のお相手ですが、元宝塚の娘役で日活ロマンポルノ女優として活躍されていた朝比奈純子さんです。峰竜太さんと浮気相手となった朝比奈純子さんが、どんな経緯で浮気に発展したのか詳細は分かりませんが、2人で一緒に車に乗り込んでいるところをスクープされてしまい、浮気が発覚してしまったそうです。その後、浮気相手の朝比奈純子さんを交えての三者面談もしたそうで、海老名みどりさんが中心となり、朝比奈純子さんにいろいろご迷惑をかけましたねと話し、これ以上は深入りしないという約束を交わし、この一件に終止符を打ったそうです。ですが、夫の浮気謝罪会見に妻の海老名みどりさんが同席したことで、妻の海老名みどりは共済というイメージが世間に植え付けられてしまいました。さらに、浮気が発覚した当初、妻の海老名緑さんは峰竜太さんを殴る蹴るでは済まず、ハサミで彼を刺したという噂まであるようです。実際にハサミで刺したというのは本当のようですが、峰竜太さんは厚手のトレーナーを着ていたために、服に跡がついただけで済んだと言います。こういったエピソードもあって、峰竜太さんには妻が共済家という新たなキャラが確立してしまいました。正直、夫が浮気をしたとなったら、海老名みどりさんじゃなくても妻は激怒するでしょうし、峰竜太さんはもっと炎上していてもおかしくないはずです。ただ炎上するどころか、妻が共済家というキャラが確立したことで、逆に峰竜太さんはブレイクすることになりました。もしかしたら浮気謝罪会見に同席したり、妻が共済家というキャラを確立させたのは妻の海老名みどりさんの優しさだったのかもしれませんね。そのおかげで峰竜太さんは炎上することなく、今もなお芸能界で共済家キャラとして活躍しています。ですが、浮気をした上に共済家キャラが確立したことで、峰竜太さんは一生妻の海老名みどりさんには頭が上がらないでしょうね。峰竜太さんと海老名みどりさんの間にはお子さんが2人いらっしゃるようです。1977年1月に長女のうぶさん、1981年1月に長男のケイさんが誕生しました。息子のケイさんは2010年頃からタレントとしてリポーターなどを中心に活動しています。2021年4月8日放送の徹子の部屋には息子のケイさんと一緒に出演し、親子共演を果たしました。過去には娘のうぶさんとも徹子の部屋で共演されたこともあるようです。2019年11月には息子のケイさんが CA の女性と結婚したことを発表しています。そんな峰竜太さんのお住まいは神楽坂ですが、神楽坂に住まいを構えたきっかけを作ったのは妻の海老名緑さんだそうです。ある日、峰竜太さんが海外ロケから帰ってくると、海老名緑さんが神楽坂に土地を買っていたそうなんです。当然そのことを告げられた峰竜太さんは思わず腰を抜かしそうになったそうですが、峰竜太さんはずっと神楽坂に憧れていたのだとか。潜水艦を思わせるインパクト大の外観は神楽坂の閑静な住宅街で存在感を放っており、過去にはニューヨークタイムズ氏がわざわざ取材にやってきたといいます。海老名緑さんは峰竜太さんが神楽坂に憧れがあることを知っていたのかもしれませんが、急に土地を買うという行動はさすがに誰もが驚きますよね。いかがでしたか？今回は峰竜太さんが石原プロモーションを辞めようと思った理由や渡里哲也さんとの関係について、また奥さんとの馴れ初めや家族関係、過去の不倫についてご紹介していきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。